はい、と皆さん、ごきげんよう、ラバチャンでございます。ということで、本日もですね、アセットコルサラバちゃんおすすめモットをご紹介していきたいと思います。で、本日ご紹介いたしますのは、こちらの FC でございます。めちゃめちゃかっこいい FC。皆さん、見覚えはございませんでしょうか？こちら、なんとですね、イニシャル D のファイナルステージですね。そちらのもうプロジェクト D になってる状態での高橋良介さんの FC でございます。赤木の白い彗星ファイナルステージ、まあ乗ってるのはですね、あの良介さんではないんですけども、あれですよね、ヘルメットじゃないこのモデリングのやつ前圭介さんのやつね、あの乗ってましたけど、あそこにはですね FC がなかったので、今回また別のモト入れてみました。いや、かっこいいね、カーボンボンネットで、リトラが、ライト入れ替わってですね、はい、めっちゃかっけえ。フォグランプが確か入ってないのかな、これね、はい、かっこいいまあとりあえずなんですけども、導入方法ですねご紹介してから、またインプレッション走行をやっていきたいと思います。ではでは早速。はい、ということで、また概要欄の方にですねリンク貼っておきますので踏んでいただけたらなと思います。突撃アセットコルサさんですね、前にもご紹介したサイトでございます。サバンナ RX7 ということで、まあ下の方にグリッとやりますと、このような感じで先ほどのですね車両が出てきますんで、はい、あーめちゃめちゃかっこいい。夜もいいね、これアニメのやつだね、めちゃめちゃかっこいいでですね、下の方にダウンロードございますので、こちらの方クリックして、こちらですね、上の方クリックしますと、Google ドライブ来ますので、このままダウンロードしちゃってください。で、ダウンロードが終わりましたらですね、こちらの方クリックして、このままドラッグ&ドロップでコンテンツマネージャーの方に入れちゃってください。で、入れますとまたこちらですね、緑の部分光って、またあれですね、パックになってるやつなんで、いろんな車が入っております。はい、ついでに入れちゃってください。で、このままインストールしていきます。 OK で、インストールが終わりましたらですね、こちらの車両を選ぶところですね、はい、のところから、マツダのですねサバンナですね、サバンナのところ、ちょっとこれあれですけど、サバンナのインフィニティのこの下ですね、はい、こちらの方にマツダ RX7 の FC3S ファイナルステージということで、こちらが出てきますんで、でこちらの方クリックして、OK ですねしてください。今気づいたんですけども、これあれですね、初期型のですね FC の、ファーストステージですね、ファーストステージの、こちらのですね高橋良介さんの FC も入ってますね、これ。あ、素晴らしい、あ素晴らしい皆さん、このレッドサンズって書いてあるやつね、あのカーボンボンネットじゃなくて、本当に初期型のですね高橋良介さんが乗ってたやつ、それも入ってましたね。あ、じゃあ2種類入ってるっていうことですね。あ、素晴らしいですね。はい、こちら両方入ってんのいいな。ファイナルステージのやつもかっこいいんですけどね、はい、この初期レッドサンズってやっぱステッカー貼ってあるのいいよね。うん、はい、ということで、まあ、こちらの方もね入っておりますんで、ぜひ皆さん、ラッキーということでこちら使いたい方はね、こちらの方使ってみてください。で、そうしますと、ですね、踊りが今ちょっと邪魔なんですけど、これ古いやつなんで、こちら車を修正するっていう部分が出てくると思います。で、そうしましたら、ここじゃあフィックスイットですねしてください。これはね CSP とかのバージョンで変わってくると思います。で、そうしましたらこちら GO ですね。と、そうしましたらこのような感じで乗ってる状態になるということになります。またピアノですね、ドリプレ来てます。ドリプレちょっと走ってみましょう。まあいいですね、素晴らしい、いいね。あの馬力的にはやっぱり FD の方が結構馬力はありますね。で、若干ちょっとアンダーかな、最初から。これはもしかしたらセッティングかな、ノーマルだとちょっとねドリフトセッティングになってるかもしれない。 FD の場合はそうでもなかったんですけどね。
ただ2速でも全然触れるんで、そこら辺は86よりも結構振りやすいですね。はいはい、いいっすね。素晴らしい。まああれですね、ハンドルで曲げるっていうよりは86に近い感じですね。アクセルベタ踏みでアクセルで曲げていく感じかな。そうっすね、ハンドルはですね、 FFB が私ちょっと 80% でやってるんで、なぜか若干軽い気がする。これは車の仕様だと思うんすよね。ちょっと珍しい感じかもしれない、ちょっとね、これ入れた方はですね、私言ってることがわかると思います。若干ハンドルの FFB が軽くなってる感じ。これはでもタイヤのミューなのか何なのかがちょっとわからないんですけど、まあ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 って感じ。はい、ということでアキナの方に来てみました。こちらでちょっと峠の方も走ってみたいと思います。では早速。あー、いいっすね。あー、ここだと、あー、でもやっぱあれか、じゃあスピードですね。これは確実にスピードが出てると FFB がちゃんと安定してましたね。さっきのはあれですね、スピードが出てなかったので、それかあれですね、リログしたからかありえるぞ。リログありえますね。あ、でもこれ滑ってるとドリフト中のあれですね、 FFB が若干甘くなるな。これ何なんだろうな。グリップしてるとね、結構ちゃんとあるんですけど、ここで例えば滑らせるとね、すごい抜け方するんですよね。スルンスルンと抜けちゃうみたいな。これは味付けなんでしょうか。これちょっと気になるな。こういうグリップはいいんですよ。だいぶちゃんとしてて、でここですよね、こういうやつ、この今抜けで抜けた後グリグリって動いちゃうんですよね。ああ、抜けますね。これは何なんだろうな。セッティングで直るのか、もしくは車特有のなのか、ここがちょっとね、分かりかねる。あ、綺麗。綺麗っすね。いやー、いいな。夜走るんでしょうけど、峠って。昼間走っちゃいますよね、綺麗なんで。いや、やっぱピュア、綺麗なんですよ。光の表現も。ぜひぜひピュア使ってみてください。乗ってるんだよ、アーカイブに。入れ方、グリップめっちゃいいな。これグリップすごいいいですよ。 FC イニディなんでドリフトをさせたいんでしょうけど、グリップいいっすね。首都高とかあれかもしんない、スリック履かして走らせたらめっちゃ面白いかもしれません、この車。いや、はい、ということで戻ってきたんですけども、まあだいぶいい感じということで、あのドリフト中のですね、ちょっと FFB の抜けだけちょっと気になるんですけども、そこがちょっとセッティングで直るのかどうかはですね、今後ちょっとまあいじりながらですねやってみたいと思います。あのモデリングとしてはめちゃめちゃかっこいいので、このドライバーの人もね、高橋涼介さんではなかったとしてもかっこいい。ディッキーズの T シャツ着てる
あれなんですよね、スリック履かせて滑らない設定で首都高っていうのも楽しいと思います。かっこいいんで。なおかつ今度それやってみたいと思います。首都高練習の時にちょっとやってみようかな。はい、ということで本日はですね、イニシャル D のですね、高橋圭介さんの FC ファイナルエディションフルチューンの方をご紹介いたしました。本当におすすめモッドとなっておりますので、ぜひ皆さんね、こちらの方を使ってみてください。はい、というわけで皆さんね、またイニシャル D のこちらの車両モッドをご紹介してきますんで、そちらの方をお見逃しないようにチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで皆さん、また次のですね、ラバちゃんのアセットコルサおすすめモッドの動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。